高いよ! 今日は新製品! 超健康サンダル Zテレビに先駆けて! 特別おお田中社長だ! すっげえ本物初めて見た! 誰? 超有名人だよ! 通販会社社長! クレーム・アップ・バイヤー!意外と背高いんだな ちょっとあんた! そこのあんた! 待ちなさいよ! はい? そうよ! 私が寒風吹き刺さる中キャンペーンしてるってのに 声かけないで通り過ぎるってどういうことよ! もうためになる話聞かせてやんないわよ! お疲れ様です。 てか、 マイク使わなくても聞こえてるから。 あ、そうなの? ほんとよ。 冷たくて乾燥した空気はお肌の大敵なのよ。 ほら、やだ、カッサカサ! これじゃまたエステに行かなくちゃなんないわ。 そんなに気にしなくても。 言ったでしょ? 身だしなみが大事なの。 霜焼けで真っ赤っかなほっぺが許されるのはガキだけ。 私がそんな顔してたらうちの商品の信用ガタ落ちじゃない。 あら… ちょっとそっちの子! え? 俺? あんたじゃないわよ! 僕ですか? 君、名前は? 望月良二です。 良二君… 泣きぼくろがセクシーなアクセントになってていい感じ? ありがとうございます。 こりゃいい… いいわよ! 何が? あんたと良二君 2人でユニット組んでうちのモデルやらない? ユニット? あんたたち並んでると絵になるわ。 こんなにしっくりくるコンビそうはいないわよ。 そうなんですか? 私がうまくプロデュースしてあげる。 どう?やってみない? モデルか… テレビに出たらモッテモテよ。 ピンからキリまでよりどりみどりの女が寄ってくるわよ。 なあ、俺… さっきからまるっと無視されてるんですけど… もう帰りてえよ、腹減った。 うるさいわね! 私だってお腹空いてんのよ! 朝もお昼も食べてないんだから! お忙しいんですね… そうよ… 商品担当がイベント慣れてないからヘマしないか気になって離れらんないのよ。 それなら僕たちお寿司持ってるからあげますよ。 良二! なんで行っちゃうんだよ! だって困ってるみたいだから。 優しい子ね… さすが! 私が見込んだだけはあるわ! お寿司譲ってよ! モデルのプロデュース料先払いってことで。 モデルはともかく… いいですよ。 どうせもらい物だし… 特上なんですよ! 特上! 俺らの小遣いじゃめったに食えない特上! うるさい子ね! じゃあ私も代わりに何か出すわよ! どこ行ったかしらっと… あ、あった! はい、これ! なんだこれ? 超健康サンダル? ゼット! 今紹介してる新製品よ! 超健康サンダルゼット! それはいいですけど… 明らかに小さくないですか? それ履くには気候ならないと。 子供用だからね! 試しに作ってみたんだけど、モニターの評判がいまいちでやめたの。 他のサイズないんですか? ただなんだから! サイズなんか選べないの! 履きたきゃ自分で買いなさいよ! がめつ… じゃ、商談成立! お寿司はもらうわね… 私は仕事に戻るわ! じゃあね! バッハハハハハ特上寿司がこんな履けないサンダルに… ねえ、気候を習えば履けるんでしょ? ああ、そうだね。 はーい! 先週、あなたの懐の友、田中よ!